にゃんせよ、サラです。パダイミダ。サリンパが初めて石鹸を持った時代だったので、サリンパの中でも考えが違う人がいろいろ出てくる。でそれも一個の実験に話し合うといろんな意見が出てくるから、私はこうだよ、あなたはああでしょ、それで私たち合わないと言ってて分かれる。じゃあ女性中期から末期はこのようにどん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 分かれる派閥が多いんです。この時スッチョンの時代だから、ナミンはチャンイビン、ノロンはインヨンワンウですよね、はい。じゃあそれでナミン、チャンイビンが王位になった時はナミンが勢力が強かったんです、はい。でノロンが弱くなった、じゃあノロンは我慢できません、で結局チャンイビンを廃位されて、インヨンワンを普及させるんですよね、そうすると難民がここで完全にアウトにされるんです、もう失格になるんです、で弱くなって、最後は結局インヨンワンが王位になった時、ノロンとソロンの戦いになるんです、また戻るんですよね、第2回目の戦い。どんな事件かというと、インヨンワンを呪いかけたことをに関して、チャンイビンをどうするかの話し合いで分かれるんです、ノロンたちはチャンイビンを殺した方がいいですと言うし、ソロンたちはダメです、息子王子がまだいるから、まだ殺すのはダメ、生き返してくださいという、そのことで対立するんですよ、で結局ノロンの言う通りに最悪を受けて、チャンイビンは亡くなるんですよ、で続けてノロンが強く政治をもう手に握って、ずっと四条時代まで行きます、で四条時代は、四条はこんなに派閥が分かれるのがすごい嫌なだったんです、それで四条は何としても王権を強くしたかったんですよ、四条は唐平鎮という政策を出して、ノロンソロンとか難民たちもドゥルドゥル、いろんな人をこの政治に入れようとしてたんです、ノロンが強いだったから、やろうとしても限界があったんですよね、あまりうまくできなくて、それで反対勢力ソロンがまた実験を起こすんです、正門翼正門実験を起こすんですけど、ソロンがそれをほぼ成功はできなかった。もうちょろ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 やってもソロンは強くならなくて、ノロンが四条時代までちょっと世間を握っていくんです、じゃあその時四条の息子サドセジャ、サドセジャの問題がまた起きるんです、ここで、じゃあこの時またノロンの中で派閥が分かるんです、その時ビョッパーとかシッパーとかで分かれるんです、じゃあ四条が、四条はサドセジャを殺そうとしたんですよね、でその通りにしましょうという四条の意見を受け入れる派が벽派、それはいけません、王様もサドセザ王子を殺すなんてもうできませんという派が失敗だったんです、でこのようにまた派閥が変わるんです、じゃあ벽派は강경파、ノロネ강경파、強く何でもパッシリやると。でノロンを温厳派、でも優しくね、まだ柔らかくしようよという失敗で分かれる、こうやって対立しても、サドセザは亡くなって、벽派강경파の勢力が強かったんですよね、で四条の意見も強かったからね、じゃあ大体この四条の時は벽派失敗で分かれるんです、
あとは長女はまた違う、あの長女は四女がやりたかった短編長とか改革政治をやりたかったんだけど結局できなかった。政策とかを失敗してたから結局ノロンがずっと朝鮮末期までダラ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 ノロンがずっと石鹸を持ってもう与党で動いてたんです。これが大体あの大きな流れで朝鮮末期までこのようなノロンが派閥を持ってていくことなんです。まあ大まかでこのような説明になるんですけどね、はい、派閥はやっぱり ある実験によって意見が違って、うん、あのやっぱりその意見は受け入れませんと言ったら自分から出て違う派閥を作ると。では大まかだったんですけどね、はい、では오늘도 좋은 하루 보내세요. 안녕.